吉野正春はテレビ朝日のアナウンサー。東京都八王子市出身。東京都立八王子東高等学校を経て、慶応義塾大学小学部を卒業後、2002年4月にテレビ朝日に入社。同期のアナウンサーに、清水俊介と松尾由美子がいる。3歳からサッカーを始め、高校時代は FC 町田ユースでプレーし、 クラブユース全国大会に一年生ながら出場した。またクラブユースの東京都選抜にも選出され、元日本代表の長井雄一郎とツートップを組んだ経験がある。しかし日本サッカー協会の規定により、高校の部活と二重登録ができないため、学校では HHP に所属しており、そこで実況を担当したことをきっかけで、ワールドプロレスリングがある。 テレビ朝日を死亡した旨を東京スポーツ記者柴田総一のコラムで取材を受けた際に話している。慶応義塾大学進学後もソッカー部に所属し選手権修部として活躍した。2011年に日本代表戦の実況を任されると偶然にも実況を担当した試合で日本代表が勝つか引き分けるかの状況が続いた。このため、 2013年6月4日に行われたブラジル W 杯アジア最終予選オーストラリア戦の試合は日本の本大会出場がかかった試合ということもあり実況担当に指名され結果引き分けで本大会出場を決めたその後実況を担当した試合でも日本代表は調理師実況時の通算成績を6勝に分けとしたが続いて実況を担当した ブラジル W ホ本大会のコロンビア戦で日本代表は敗れ、吉野の実況時での日本代表の腐敗記録が途切れた。ありがとうございます。